ハロー YouTube ということで、今私はですね、大阪城の周りにいます。今からちょっと大阪城を散策したいなと思うんで、もしよかったら見てください。あと高評価とチャンネル登録をしていただけると、すごく動画を撮るエネルギーになるのですごく嬉しいので、ぜひチャンネル登録ポチッとと高評価ポチッとお願いします。それではまず大阪城の周りをちょっと今散策してるんですけど、なんかこれ多分大阪城を作るために土を掘って、高くするためにここがだから池になってるんですよ。こういう風にこんな感じです。では今からちょっとね、中に入っていきたいなと思います。今からですね、大阪城の中に入っていきたいなと思います。これなんか橋みたいなのを今渡ってる感じです。周りにビルがたくさんある感じで、結構都会の真ん中にあるって感じですね。行きましょう。と、今なんか大阪城の道を歩いてきたら、なんかこんな感じのところに来ました。すごい塀が高くて、これが豊臣の城だなと、さすがに。なんか石は高いですね。こんなんよく作れたなっていう気はしますけどね。あ、ドローン禁止らしいです。そして昨夜ルミネ、おそらくこれ夜になると点灯するようなシステムですね。なんか大阪城がかっこよいですね、これ。こんな感じになってます。あれなんか金のボートみたいなのが、もう金の船です。これに観光客を乗せて旅する、旅というかこの塀の周りを移動するのかなと思います。この辺もまたなんかあれは子供向けの乗り物ですね。機関車の乗り物か何かで、でこれ多分おそらく大阪城御座船という船を乗るチケットを買えるところになってるんですね。大体船は20分ぐらい乗れるみたいです。大阪城の中に入っていきたいなと思います。大阪城の一番さらに奥に進んでいきたいなと思います。この橋を渡って塀を、この池を越えていきます。
城の、ま、周りの塀の中からの景色ですね。こんな感じです。ビルがいっぱいです。ただちょっとコロナウイルスもあって人少ないなって感じなんですけど、そうですね、早く収まって増えてきてほしいですね。なんか石がいっぱい置いてます。歴史的な、なんか展示物みたいなものかな、博物館かなと思います。ちょっとソフトクリームとかを食べたいんですけど、やはりコロナウイルスもあって人が少ないということで、利益が取れないということでやってないですね。ちょっと残念です。早く平和な日常に戻ってほしいと思っている思うことばかりですね。これはトミヒデヨシの像ですね。近くの神社に立ってありました。こんな感じです。あ、これでだいたい一通り大阪城の周りは回ったなって感じです。やっぱりね、コロナウイルスもあって、まあ、外国人が少ないですね。もうしょうがないですけど、まあ、まだちょっと続いてるんでね、早く平和な日常が戻ってきてほしいなって感じです。そんな感じです。あとチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。していただいたらすごい元気になるんでお願いします。見ていただいてありがとうございました。では。